父です。よろしくお願いします。スイープエンズの親父でございます。親父の方が、はい、資料が見えるんですね。資料っていう言い方するとあれですけどね。死んだ人たちがどのような感じで過ごしているのかっていうことについてちょっと詳しく聞こうと思って。自分の世界の延長線上なんだよね。亡くなったお父さんは自分が生きてる時の綾友さんの記憶しかないから会えないんだよね、うん、自分の理想郷を目指してで片道切符じゃないんだよ。実はね、父はね、霊感が遅咲きなんですよ、うん、そのことについて、まあ、年齢と出来事についてちょっと詳しく聞いてみようと思う。あのね、はい、もうね、早友さんが生まれる前だからね、32歳の時、28で母さんと知り合って31で結婚したのかな、はい、31、30の時かな。それで結婚して1年目ぐらいの時に、うん、まあまあ目黒のね、まあちょっとした高級マンション街、あ、うん、でね、当 時, いい時、うん、当時ね、まあバブル差し掛かってる頃で、月給でね、だいたい100万ぐらいあったんだよね。おお、素晴らしいですね、うん、で家賃20万のマンションに住んだ、うん、ね、当時ね、まあまあ近所にさとかさ住んでるような場所でさ、うん、まあ高かったんだけど、うん、そこ安かったのよ。ね、不動産屋に見に行った時にね、2軒見に行ったので、1軒目の時住んだマンションはさ、うん、そこのマンションに住んだんだけど、ね、もう1軒見に行ったの、うん、もう1軒の方が物件的に良くないのよ。お、同じような値段で20万ぐらいで、はい、不動産屋さんを出てくる見ながらさ、こっちの方がいいと思いますよって、うん、良くない方を勧めたの。あ、二択のうちのあんまりだなっていう方をなぜか、うん、そう、なんでだろうなっていうようなことを勧めるなと思いながら、うん、結局1階にベンツしか泊まってないようなさ、うん、マンションに住んだの、うんうんうん、ね、結婚してからね、どんぐらいだろうな、その部屋に住んでから半年ぐらい経ってからさ、うん、まあ住んだ時からちょーっと嫌なもん感じてたんだけどさ、その時はでもまだ霊感とかないないの、だけどちょっとなんとなく嫌なもの感じてたんだけど、うん、で、まあ、ある時トイレに起きて、うん、夜中にトイレに起きてさ、うん、でトイレ入ってさ、うん、出たらさ、寝室の前でさ、白いシャツ着てさ、30ぐらいの男の人が正座してこっち見てんだよね。ん？生きてる？いや、それがさ、バーンと出てきた時はわっと思うじゃん、うんうん、何こいつって、うん、でもうぐるぐるって頭の中回転させるんだけど、どう考えても鍵閉まってるし、死んでるとしか思えないんだよね。そうか、そうか、あ、もうそうか、お化けがもうあまりにもリアルな人みたいな感じで、そうそうそう、こっちなんだこいつっていうふうに思って、うん、でも絶対お化けに違いないって思うわけさ、正座してる、うん、変じゃん、立っててさ、こっち襲いにかかってくるならわかるけど、正座してね、いきなり人ん家入ってきて正座してこっち見てるやつってすげえ変じゃん、うん、お化けだなーって思いながら、でもさ、お母さん奥に寝てるしさ、うん、ほっぱらかして逃げたらすげえ次の日怒られるんだろうなっていうふうに思うからさ、うんうんうん、突破してやろうと思って、あ、そっか、もう霊感が今までなかったから、うん、そのいわゆる自分にしか見えてないもんだって解釈じゃなくて、お袋にも見えちゃったらどうしようっていうことになったんだ。なるほどね。全然お化けなんか見たことない、もう怖いよね、だってね、お化けだ、ね、お化けだと思ったらもうさ、うん、いや本当すっごい怖いのよ、うん、もう本当に怖かったのね。だけどお母さんのとこ行かなきゃいけないし、うん、もううわーっと半分目つぶってるような感じでさ、こう突入したんだわーって言いながら、したらすり抜けたんだよね、うん、おおとっとお化けじゃねえかーっていうふうに思ったの、うん、戸を閉めてさ、耳をくっつけるようにしてさ、うん、気配を感じるわけよ、扉の向こうに、そう、はい、なんかいるかどうかわかんないんだけど、うん、多分いるんだよ、うん、それで僕のね、おじさんがね、まあここで言うとなんだけど、僕が20歳の時になったおじさんがね、うん、まあ九州出身でさ、炭鉱での人でもってさ、あ、結構悪いというか全身に絵が入ってるようなおじさんがいたの、はいはいはい、なるほどなるほど、まあ、大好きなおじさんだったの、いい男でね、うん、でそのおじさんが僕の守護神だと思ってたの、あー、まあそれかっこいいもんね、うん、そういう人は。それでおじさんって頼むから助けてくれよっていうふうに言って、あ、そのおじさんもう先に亡くなって、亡くなってもう二十歳の時に死んでるからね、あ、助けて助けてって言ったんだけどさ、微動だにしねえんだよな。はあ。何にもいるんだよ。いや、やべえなと思って。で、おばあちゃん、ほら、ユタ系のおばあちゃんじゃん。うん、おばあちゃんに頼んだ、うん、おばあちゃん頼む、頼むよ、お願いします、お願いします。って言って、したらね、いなくなったんだよ。へぇー。なるほど。よかったと思って、そーっとさ、戸開けたらさ、いないからさ、よかったと思ってさ、次の日、母ちゃんにさ、お母さんにさ、昨日さ、これこういうわけで、こう復興だったんだよって。なんでもうすごい怖いんだけどとかってさ、うん、もうちょっとした大騒ぎだよね。まあ
もうこのこの野郎って突撃してすり抜けた先で扉バンバンって閉めて、うん、でなんとなくいるなっていうのを感じながら、そうそう、で、まあばあちゃん、俺のひいばあちゃんですね、うん、俺のひいばあちゃんユタヤだっただろう、ひいばあちゃんが頼んだら、その見えたっていうか気配が消えたんだ、消えたの、うん、ふーっと、それでまあまあいいやってことでもって、高かったしさ、まだ復興して3か半年ぐらいでさ、敷金礼金とかもえらいと100万ぐらいかかって入ってるからさ、でも半年出なかったんだ、そう半年ぐらい経って100万ぐらい払って入ってんじゃん、で気に入ってんのよ、すごいベランダ広くてさ、うん、すごいいいとこだったの、うん、まあ、住んでたいのよなんだかんだ、うんうんうん、ではそこから2ヶ月ぐらいしたらさ、今度さ、うん、あのね、高級マンションにありがちなんだけどさ、中にエレベーターがあって、うん、エレベーターのホールがあってさ、うん、ホール沿いに玄関があって、はい、要は外からの通路での玄関じゃなくて、うん、中の通路にから、うん、まあ、マンションの入り口からしてもエントランスを通って、うん、今で言うとセキュリティ通んないと中に入れないようなとこだから、うん、いいマンション、ね、エレベーターが中なのよ、うん、ね、夜中にさ誰もいないから、うん、マンションって扉の側から音が響くの、うん、マンションが開く音とか人が出入りする音は扉側から入ってくるのよ、あ、要は中廊下というか、そう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 、共用のスペースの音がエントランスのところから入ってくる、部屋の中に入ってくるんだ、うん、してさ寝てたらさ、マンションがスーンと開くような気配がしてね、うん、音が聞こえるんでうっすらと、そしたらさ変な音が、耳鳴りみたいな音が聞こえ出したと思ったらさ、うん、すっごい綺麗な声でさ、カレンチじゃないとか歌い出すんだよ、女の人の声、そうカレンチじゃないとか、なんとも言えない声な、うん、それがエントランスを一周するようにしてずっと来て、うん、お父さんたちのマンションの前ででかい声になって止まったんだよ、あ、各部屋をじゅんぐり回っていって、くんなくんなくんなと思ったら、そう止まったんだ、そう最悪だ、探してた感じ、最悪だ、それでここだみたいな、うわー来たーとかって思ってたんだけど、こう入ってきたの中に、カレンチじゃないって言いながら、うん、うわー来ましたって思って、どんな人、それでもう寝室でビビってるわけさ、やばいな、まだ見てないんだ、そう、そうそうそう、でもさ、うん、前にこうお化けなんとかなったから、おばあちゃんもついてる子だし、うん、なんとかなんじゃねえかと思ったし、うん、ちょっとやっぱなんとかしなきゃいけないじゃん、はい、うん、バーンってと開けた女の人がこうやって立ってんだよね、どんな女の人、女の人ちょっとね髪の毛がね、あの肩ぐらいセミロングぐらいでさ、うん、綺麗な女の人がこうやって立っててさ、うん、こっちを見てんだか見てないんだかわかんないの、うつろな目でもずっとこう立ってんのよ、うん、出たって思うじゃん、はい、完全に出たっていうふうに思ってさ、でもちょっとあのワイシャツ正座のおかげで、うん、ちょっとだけおばあちゃんもいる、ちょっとね、おばあちゃんもいるぞと思ってさ、うんうんうん、それで一応ね、うん、あのあなたがここへ来てね、前の人が住んでたとこに来たかもしれないけど、はい、今は僕が結婚して女房とここ住んでるから、はい、申し訳ないんだけど、もう二度と来ないでいただけませんかって、もうあなたのご希望の方はここにはいらっしゃいませんって言ったのよ、口に出して、そうちゃんと、はいはい、そしたらさ、なんかちょっとなんか寂しそうな顔しながら振り向いてスーッと消えてくれたの、おー、うーわ出たーっていうふうに思ったさ、うんうんうん、それででもちょっとコミュニケーション取れたからさ、うん、まあ下世話の言い方するとあれなんだけど、これってさ、もしこの幽霊を出せることが出たら俺テレビ出られんじゃないかと思ったんだよね。まあことが終わるとね、そうそうそう、ちょっとハッピーな発想になる、そう、それで女房を母さんにその日の出来事を話したら、うん、もう怖がっちゃってさ、うん、まあね、うん、すっごい怖いとかって言って、でお父さんは、うん、夜遅くに至るまでの仕事をしてたのね、結構夜中に至るな、朝からなんだけど、はい、だ結構お母さん先に寝てるんだけど、アップ現象がすごいって話になって、あ、お母さん一人でいても、バチ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 とか、ラップ現象すごいんだけどって、うん、引っ越したいよとかって言われてさ、うん、そりゃ引っ越さなきゃなんないなっていうふうに思って、そうだね、もう引っ越したのよ、あ、それで1年ぐらいで、いやもうすぐ引っ越したね、2、3ヶ月で引っ越したね、それで引っ越した先がまあ今人気の恵比寿2丁目なんだけど、うん、お父さんそこで霊感発症したじゃん、はい、最初の家で、うん、で恵比寿2丁目住んだじゃん、うん、でそこでまあ早友さんが妊娠したんだよ、はいはい、はい、お前はね、つまり貞子なんだよお前は、いやいや、その女のあれが入ったみたいになって、いやいや、そういうことだから、うん、お父さんが霊感発症してから、うん、君ができたからね、
ああそうか、そういう意味か。ああなるほど。だからもう君は早友さんは自分では気がついてないかもしれないけど、赤ちゃんの時からこうやって合唱してる、写真撮るとこうやって合唱してるし、まあ2歳ぐらいの時からお地蔵さんとか見とこうやって手合わせてたり、全然覚えてない。お父さんしか見えねえような人、こんにちはとか、お父さんはすでこんにちはとかって挨拶したり時、完全に見えてんなこいつって思ってたの、うん、だけどお父さんは黙ってたの、うん、なんでかっていうと、拒絶しちゃうとさ、本人が悩むじゃん、うんうん、ね、見えてるものを見えてないって言われたりなんかすると、うん、お父さん見えてるんだから、うん、まあ、それでいいかっていうふうに思いながらさ、うん、過ごしてきてたら、まあ、例の殺人事件があって、うん、今に至ってんだよね。なるほどね。うん、へえ、すごいきっかけだね。だから、まあ多分整理すると半年間何もなかったってことは、うん、マジで多分、親父もおふくろが目当てじゃなかったんだよね。違う違う、だって隣不動産屋にここ自己物件じゃないのって聞いたら、自己物件じゃないって言うからさ、うん、おかしいなと思って隣の人に聞いたの、韓国人なんだけど、うん、すいませんってここって親あの不動産屋に聞いたら、自己物件じゃないって言われたんだけど、どうですかって言ったら、いや自己物件じゃないけど、お前にやらせてみたいって言われてさ自己物件じゃねえかよ完全にって思って、自己物件じゃねえかよって、もうなんだったら風呂場でバラバラにしてたりしてんじゃないかなとかいうさ、まあ、いろんなことを考えるんだよね。わかんないけど、だから多分そのワイシャツ正座の人がそうなのかもね、うん、うん、だから多分だけど、時系列を整理するとワイシャツ星座の人がその家に戻ってきたっていうのを感じ取って、うん、女性も戻ってきたっていうふうに考える。ああ、そうかもしれない。そうなるともうゾッとするね。今考えてもゾッとするね。ってことだよね、多分。うん、そうなのかもしれない。だって、そうじゃないと、その女の人はもっと前からその家に、確かに確かに、来ないとおかしいから、うん、多分その人がこの家に戻ってきたなっていうふうだろう、うん。だからずーっと追いかけっこしてるお二人なのかもしれないですね。うん、まあすれ違ってくからね、幽霊さんはね、気配を感じるのかもしれないけどさ。まあ一つ目の動画で親父が言いましたけど、あの、向こうに行ったからって会えるわけじゃないから、うん、先に例えばそのワイシャツの人が亡くなってて、うん、その後に後追いでその人が亡くなっててってなると、うん、リアルタイムで二度と会うことはもう二度とできないから、うん、それをずーっと永遠に繰り返しちゃってるってことかもしれない。そういうことなんだと思う。だから未だにでもそのマンションあるんだけどさ。あ、そうなんだ。そう、あるある。それでもうね、見た目はとっても綺麗で、うん、部屋の中と同じぐらいの広さの、あのベランダがあってさ、そのぐらいのとこだったの、うん、我が家にもいい時代がありましたよ。あ、まだ早友さんが生まれる前ですけれども、時代でございますけど、いい時代がありました。いい時代がありました。バブルの時代、みんなそんな感じでございました。まあそこからきっかけで親父は見えるようになってて、でまあ、今に至るまでいわゆる亡くなってる人をたくさん見てるんですけれども、うん、そんな親父からですね、重大報告がありまして、実は親父はそういう亡くなってる人を資料とかお化けの世界についていろいろ話す YouTube を、いやそうなんですよ、始めております。シークレスパパトンチャンネルっていうのをね、うん、やらせていただいております。まあこういう性格なんでふざけたところもいっぱいあります。人気企画としましてはですね、除霊クッキングとかね、一番再生回数が少ない、そうそうそう、除霊クッキングとか、まあそういうねふざけたのもあります。あとは、うん、あの高島平団地に行ってですね、自殺の名所の黒い影を、皆さんにお伝えしたりですとかね、うん、いろんなこともやりながら、結構デンジャラスなことを俺よりやってるね。デンジャラス、そうや、デンジャラスのことをやっています。うん、まあ、おふざけでやってるのではなくて、後に続かないようにね、そこの事実を伝えようっていうことでもってやってるのと同時に、うんうん、あとはそのご先祖様との接し方ですとかね、いろいろなこともお伝えしながら、うん、ふざけたこともたくさんやってますけれども、うん、気軽に身近に感じていただけるようにね、はい、怖がらないで感じていただけるように配信してますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。見てみてください、はい、僕より多くの大人の力で動いているチャンネルなんで、ね、見やすいものもいっぱいあると思います、はい。あとは、まあ、僕のアカウントね、ツイッターのアカウント上からですね、直接霊視ですとか、あとズームでの霊視ですとか、はい、そういったこともですね、収集つかないようにするために、運営さんをお願いしながら、うん、お願いしてますので、ぜひ戸惑うなことなくですね、皆様にお会いできる日を楽しみしてますので、はい、よろしくお願いいたします。なんかちっちゃなお悩みとかなんかあったら、自分の悩みの度合いに
比例させて、これをちょっと相談してみようかなっていうのを、はい、ツイッター見ていただけると大体わかると思うので、はい、概要欄にリンクがありますので、ぜひぜひフォローしてみてもらえると、はい、よろしくお願いいたします。いやー、今日は本当いっぱいいろんな話、これ多分見てる人も相当、あ、そういうもんなんだっていうのが改めて理解できたと思う、ね、全国38万の飼育員さんの皆様、いえ2万3000人です。よろしくお願いいたします。1割だけでもこっち来てください、はい、なんとかお願いします。ぜひ、フォロワーさんがね、約3000人ほどね、いるんですよ、僕らも、はい、こんなジジイでもですね、うん、登録者数ね、登録者数、うん、目指せ1万人ということですね。そうですね、全動画の再生を1万回転にしたいなっていうふうに思ってますので、うんうんうん、どうか皆様ご協力お願いいたします。はい、まあ除霊飯以外は行くんじゃないかな。今度は除霊唐揚げね。はい、うん、お願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで皆さん、まあ生きることに目いっぱい頑張りながら、これからも素敵な生き量ライフをお過ごしください。はい、どうもありがとうございました。はい、またお会いしましょう。バイバイ。あ、幽霊バイバイだ。